あのブチラジで芸人さんは辞めないし、まあ、どんどん溜まっていくし大変だみたいな話を、うん、あのしましたけど、うん、まあ別にブチラジではまあ割とマイルドに言いましたけど、うん、やめてほしいよな別にもそれはまず <laughs> なこれだから結構本当に辞めないじゃないですか別に、うん、確かにまあ辞める理由もないしいや辞める理由はいっぱいあるけどな何がですか いいやや芸人を辞める理由はだ若手はね売れてる人たちは別そんなないあ売れてる人はねだけどそういう人たちが辞めなきゃって状況別にいいんですよ若手がどんだけ辞めたってあんまり変わんないというかライバルが減るいうあそっちの話ねそうそうそっちじゃ上のパートの話ねお笑いで言うところのね下のパートは辞めようがどうしようが辞めるしどんどん入ってくるし影響ないしな関係ないでしょうけどもう引退とか定年とかもないじゃないですか定年すらないわけですからね でしかもお笑いなんてそのしかも,もうみんな頑張るし、うん、あのスポーツだとさすがにもう運動能力がこう顕著に下がっていくっていうのがあるからですけどそうそう、ね、お笑いなんてどん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 面白くなってって年、うん、を重ねることになんか味が出てきて面白くなってとか、ね、いろんなものを吸収したりしてううどんどん頑張ってネタも作ったりとかライブもやったりイベントやったり、うん、テレビ。だっってての,の違いっていうか テレビで活躍してる人はその能力がどん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 身についてってどんどんそういうテレビができるようになるうけで若手たちはそういう場がないから別にそれはどんどん慣れていかないわけじゃないですかそこがもうスポーツとの大きな違いというかテレビで出とったらやっぱすごいもんなテレビに出んと分かんないことたくさんありますからね本当にそればっかりですからいくら劇場で受けたってやっぱテレビのやり方が分かんないとねどうにもないでその差なんてどんどん開いていく一方なんです開いていく一方ほんまに そあのもうしょうがないけど倍ぐらいのスピードでこうね話されてる感じですよね <laughs> となるともうどうしようもないですからね、うん、本当に常にやっぱ頑張ってそこにしがみついていかないと、うん、もうどんどんそうなってきますからね、うん、これから本当にどうなるんだろうって話ですよ格差がねどんどん生まれてくるわけですからもうなんか尖ってやるような時代でもないですしね、うん、なんか。 いいんであいつらはもう上のやつらはもううぜんだよみたいな感じで、うん、俺ら俺らでやってくんだみたいな時代でもないでしょじゃないなんそんなの無理だし <laughs> そんな無理じゃん絶対にね、うん、どうなんすかねもしもとんでもない能力の人がいたらそういうのもできるんですかね誰ともこう先輩方を絡まずこういくや天下取るみたいなことがあるんすかねそんなやつ現れるんすかねその 北斗の剣と思って言ってないよ僕は別に剣,剣士郎みたいなやつが出てくるってことでしょいやあでもう街がもうめちゃくちゃだからあの時はあそうかいやだからまあねそういう時代でもないからね、うん、とはいえね若手なんてほんといっぱいいるしどんどんネタももうみんな追求してってこれほんとにもうパターンなくなんじゃないかっていうぐらいどんどんみんなやっていくわけじゃないですか、うん、もう変なんなるんじゃないお笑い未来のお笑いなんてほん<ー>とにようかこれ何が面白いんだみたいなことをやり出す可能性はあるでしょあああまあちょっとそういう節あるしな だん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 そうなっていくじゃないですか絶対にまあいろいろあるけどまあまだね分かんないこととかもあるけどもう未来になってのもう「ウッグウッグウッグ」みたいなのがもしかしたら一番面白いっていう時代になってきてその何の内容もないこといや分かんないですよもうでも今もうそうなりつつあるがそういうネタあるがそういうこと焦る人もまあねでもそれが本当に受けてたりするっていうこともありますからねこればっかりはまあ分かんないですけどだって誰にも分からないですからね経験したことない世界が待ってますからねそうそう でも、そうだよなな、すごい、まあ,なあの例えばすごいいい大学の偉い学者さん研究員の人も別にお笑い界の未来とか予測してないでしょ多分聞い、ね、たりしてるのかないやなまあ中にはいるんかもしれないですよちょっと聞いてみたいですよねどういう予想になってるのか<ー>なんかいろんなのあるじゃないですか、まあ、電化製品とかそういうのとかうん、うん、まあ日本の未来がどうなるか予想するような人は予想っていうか、うん、まあ研究したりしてね、うん あるでし人間そのメディア論みたいなのであるんすかねの博士みたいなのいるでしょ多分学者みたいなちょっと聞いてみたいですねそのどうなってるのか、うん、なあ奥中先生と聞きゃ分かるい, <laughs> いや奥中先生そんな何でもかんでも分かるわけじゃないでしょうあの人全部知っとんじゃない,いやかなり詳しくはあるけどお笑い界の未来については知らないでしょあそうか何でもね頭相当いいですけど山王病院のね副院長ですか、ね、いやだからまあそれ病院のこ病気とかには詳しいとか山王病院めっちゃいかつないほんで どうたたずまいがいやまあいやいやいやそりゃイメージはね確かに行く時僕らちょっとビクッとするような感じありますいていいのかなって思う天井めっちゃ高い天井めっちゃ高いこんな高い天井あるかっていういやほんまに普通の家の3階分ぐらいは1階で使うぐらいの高さありますからいやだからまあ空じゃないよ別にまあ奥中先生もとの高さ的に まあちょっとまあこんなこと言ってるやっ,ったらどっちみちこれが面白い時代来ないと思いますけどね。うん、これはないと思います。<laughs> まあなんでね、うん、いろいろちょっと我々もがもう頑張るしかないですけど。だから本当にしがみついていくしかないんですよテレビに出てる人たちにね。そうしなくちゃ開く一方なんだね。出ること諦めちゃうけんっていうことね。そうそう。つい結局やっぱもうだから早めにもうそこに到達することがまず大事。うん、絶対に、うん、じゃなきゃもうここからまあいよいよ15年ぐらいやってってやってても。 いざテレビの時にね能力がなかったらもう向こうの人たちはずっと面白くなってるわけですから,、うん、からなんとか切り開いていいてくしかないんですよテレビにはなだからこのテレビに出てる人たちにもう本当にに何人かしかここに行けないわけですからね若手なんて昔はもうちょい違ったでしょ多分ね、うん、まあね新しい人が出てきたらこうグッグッってなってたと思いますけど、うん、そこに入っていくしかないっていう本当に狭いもう針の穴を通すようなことですそこに毎年こう入ろうとせんとなそう,そうそう。毎年と言わず常に常にね、うん そういううい気持ちでやりましょうあとはもう本当にやめてくれなんか一生暮らせるぐらいになったらやめてくれもう、うん、ああほんまそうまあねうん、まあ、そんなやったら爆笑さんもそう当てはまるけど一番すぐやめる感じになりますからね <laughs> まあそれはしょうがない世界ですからね、うん、ただ爆笑さんのせいっていう理論はありますからあの今 テレビに出てる人たちもネタをすげーやり続けるのってあ,<ー>あれ爆笑さんのせいっていう考え方ありますよね爆笑さんいやほんといなかったんですかみんな売れたらネタあんまやんなくなったのに爆笑さんがずっと真摯にやってるから、うん、みんなあれかっこいいってなるし、うん、いろんな芸人さんがあのテレビに出してもネタをやり続けるようになって賞、うん、レースとかの出てきたりしてこっちが迷惑をこう思ってるっていう、うん、<の>あるあるそれは爆笑さんのせいなんだ結局、うん、ひでえよな <laughs> この部分はカットしてもらおう <laughs> いやいやまあだから負けないようにね <laughs> 頑張るという前向きな話ですからね頑張りましょうはい平日毎日愚痴を更新していますウエストランド井口の口出し